ん、こんにちは、マリナです。11月の19日と20日に行われた東京ネイルエキスポ、私は今回も MD ジェルとアニウムのブースでデモンストレーションをさせていただいたんですけれども、本当にたくさんの方が会いに来てくださってびっくりしたのと同時に、まだ私のことを知らない方も足を止めて見てくださって、最後に声かけてくれたりとかして、もうめちゃくちゃ嬉しかったし、超楽しかったです。皆さん本当にありがとうございます。でね、やっぱり遠方に住まわれてる方とか、スケジュール的にエキスポちょっと行けないんだよなっていう方とか、皆さんいろんなねご都合がありますし、そんな方からデモンストレーション見たかったっていう声をすごくたくさんいただいて、私のデモの内容に興味を持ってくださったことが本当に嬉しかったので、今更ですがやっちゃうぞ、マリナのソロエキスポおかわり3杯まで無料キャンペーン。定食屋を始めるわけではないんですけどネイルエキスポの中でデモンストレーションさせていただいたデザインの中から特に人気の高かったものを3種類選びました。で、この3種類のデザインを YouTube 用にギュッと凝縮して、エキスポ当日に来られなかった皆さんにも、もう一回見返したいという方にもお届けできればなということで、今回撮影することにしました。ただ1本目がね、もうすでにエキスポから1ヶ月以上経ってますので、3本目が更新されるのいつかな。なるべく早く皆さんにご覧いただけるように頑張って作っていきたいと思います。おかわり1杯目となる今回は、アニウムさんのブースでやらせていただいた雪の結晶の描き方です。なかなか凝縮するにしても内容がだいぶ濃くてですね、前編と後編に分けてお届けします。今回は前編、簡単で薄付きなのに深い奥行きを感じることができるニュアンスネイルの作り方です。雪の結晶ってね、今すごく便利なシールとか可愛いデザインのものたくさんあるんですけど、1回ぐらい試しに手書きやってみません？でもさ、雪の結晶って結構難しいってやっぱ思うじゃないですか。結晶をきれいに描けないっていう方が陥りがちなのが、バランスがうまく取れないっていうところなんですけど、もうねそれ今日で終わりにしましょう。自分史上最高に綺麗な雪の結晶を私が描かせます。あ、でも別にそんなスパルタ動画とかじゃないから、あんまり身構えないで気楽に見てくださいね。それではおかわり1杯目の前編どうぞ。本日の使用商材はこちら。まず最初にご紹介しておきたいのがこちらのチップなんですけど、アニウムと知らない人はいないであろうワンカラーの巨匠フミ先生のコラボレーションアイテムです。サンプルチップスクエア、これ一つのケースに300枚入ってるんだって。私が好きなのはスクエア型だったので、このスクエアを今手元に持ってるんですけど、もう一個オーバルもあります。ワンサイズなので、ここによくあるあのチップの番号の刻印、あれがないの嬉しいですよね。クリアカラーとかってあの番号透けるじゃん、嫌なんだよねあの透けんのしょうがないんですけどね。サイズはこのくらいな感じ。私結構手がしっかりしてるので、あんまり指細いタイプではないんですけど、ちっちゃすぎず大きすぎずぐらい。個人的にすっごい嬉しいなって思ったのがこのサイドの感じ、わかります？こういうスクエアっぽい感じの形のチップって、サイドを見た時のこの端っこの斜めがきつすぎて、なんちゅうのかな、こうボードとかにいざ貼った時に根元側がこうキュッて上がりすぎちゃうチップがあるんですけど、ちゃんと正面を綺麗に向いてくれるこの感じがいい。当然カラーチャートを作るのにもめちゃくちゃいいなって思ったんですけど、私よくやるのが同じデザインを色違いでこうわーって作っていくとき、すごく使えるなって思いました。あともう一個感動したのが、この先端のバリピョって発芽現場になってるのが少ないんですよね。このチップは取ったまんまで何にもしてないんですけど、手間が省けて嬉しいポイントだなって個人的には思いました。エキスポ当日のデモンストレーションもこのチップを使ってやらせてもらったので、この動画でもこのチップを使ってアートしていきます。ジグに先ほどのスクエアチップをつけました。ベースジェルを塗布して硬化したところからスタートです。まず最初に登場するのはこちら、アニウムの転写ジェル。もう説明不要ですよね。名前の通りホイールを貼り付けるためのジェルです。こちらをチップに塗布していきます。テクスチャーはちょびっとだけもったりしてるんですけど、決して厚みが出したいわけではないので、薄付きで塗ることを意識して乗せていきましょう。チップの前面にしっかり綺麗にっていうよりは、中央寄りのところになんとなく乗ってれば OK です。もうこの程度で OK、 硬化しちゃいましょう。転写ジェルを塗ったってことは、まあ当然のようにホイールが出てくるわけなんですけれども、これめっちゃお得。アニウムさんのオーロラホイールクリア10色セット、10色というか色ではないわ10種類セットになってます。ペロンって塗ってあるのは、これ私が勝手につけただけなので、本当のケースはまっさらなツルツルの状態です。種類はこんな感じ。光っちゃって見づらいかもしれないんですけど、柄がこんな風に違うの分かりますか？どれでも好きなものを使っていただいていいんですけど、マリナ的なおすすめは、全体をパッて見た時に表面っぽい感じのホイールがおすすめです。この辺なんかは透明感が強すぎて光がちょっと柔らかくなりがちなんですけど、一番奥に潜ませるホイールなので結構バッキバキに出てほしいんですよ。一番最後とかの工程でつけるならこの辺めっちゃ可愛いけど、そうだなー、これがいいかなー、好きなの使って端っこを探し出してカットする。ちゃんとね、商材は綺麗にしまいましょうね。くる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 っとしてね。大丈夫かな、
蓋閉めたら分かんないよねさあでは転写ジェルを塗布して硬化したチップにカットしたホイールをつけていくんですけど、このホイールね裏表が分かりづらいんですよね。なので貼り付ける前にちょっとこの端っこの方とかでひとってついたからこっちで OK なんだっていうのを確認していただくことをおすすめします。触った感じスルンって滑っていく方が貼り付かない方、若干の違いなんですけど貼り付く方が少しこう摩擦を感じるというか引っかかりを感じるんですね。触ってわかる方はそれでもいいんですけど、不安な方はちょっと端っこの方でピッてくっつくかなってテストしてもらった方がいいかもしれないです。向きをちゃんと確認したらペロンと乗せましてキュッキュッと押さえます。そんなに力入れなくて大丈夫。これでもテロテロって剥がしたら綺麗にくっついてますからバッチリ。今回すごいビトビトに周りにくっついちゃったんですけど、実際に爪に乗せるときはあんまり端っこギリギリまで全部綺麗にくっついちゃうとそこからリフトの原因になるので、ちょっと開けてもらった方がいいかもしれないです。まあチップなんでよしとしましょう。次に出てくるのがステラジェル C11 のクリアのネイビーと、同じくステラジェル N25 の暗めのグレーのカラーです。まずは C11 クリアのネイビーから使います。ブラシはアニウムのオーバル。アニウムのステラジェルあるあるなんですけど、質感がめっちゃ独特なんですよね。結構なんか硬いっていうか、硬いわけじゃないんですけど水飴、何これなんかみたらし系、なんか見た目で伝わってくれ。でも全然筆に取って塗っちゃえば馴染むんで安心してください。 C11 をブラシに取ったら本当にニュアンス作る気ありますかぐらいの思い切りで全体にゴリゴリ塗っていきます。ちょっと青みがかった感じ。これだとちょっと量が少ないのでもう少しだけ足そうかな。筆跡が残ろうがちょっと薄くなろうが何にも気にしなくていいです。で全体に塗ったらオーバルブラシを軽く綺麗にして、今度は N25 のグレーを取ります。これを部分的に塗ってオーロラの光を所々消していきます。ちょんちょこちょんと、よいせよいせ。力は加えずにほやほやーと叩いて引っ張る感じでぼかす。ぼかすといっても全然綺麗にぼけてなくて OK。 この辺だけ隠れててこっちが全然スケスケなの気になるので、もうちょっとこの辺もわわーっとね、今日はこの後やる雪の結晶でしっかり頭使うので、今はね糖分無駄に消費しないでくださいね。聞き流すぐらいで OK、 画面見てなくても OK。 ほい、こんな感じでぼかし終わりましたら一回硬化しちゃいます。次に使うのはこちら、もう好きでしょみんなこういうの、オーロラフレークの H ブルーのカラーです。私はこれを筆で直に触って使います。気になる方はブラシ変えてももちろん OK です。硬化したチップの上未硬化ジェルが残ってますよね。そこにこの筆で取ったオーロラフレークをドカンといきます。で乗せたらこのままキュッキュッキュッと筆で押さえるだけ、十分定着してくれます。何箇所かにちょっと分けてまだらな感じでつけていきます。すんごい綺麗なんですよこの感じ、めちゃくちゃ可愛い。なんでクリアジェルを引かないでこんな直乗せしちゃうかっていうと、クリアジェルを乗せた上にフレーク乗せるとくっつけてる間にどんどん砕けてっちゃうんですよね。こうやって圧で定着させるとフレークの形がそのまま生きるんですよ。このフレークの輪郭が見える感じ、これが結晶の雰囲気とマッチしてめちゃくちゃ可愛い。冷たい雰囲気とかも出せるので、私はこうやってつけるのが結構好きです。しかもめっちゃ簡単だしいいでしょこれ笑うのも締めてからの方がいいから。でオーロラフレークを乗せ終わったら、この上にもう一回 C11 のクリアのネイビーをまだらに乗せていきます。乗せるとフレークの発色がちょっとね変わるんですね。さっきまで緑っぽかったのがネイビーが乗ることによって青みが強調されます。まだらに乗せるとフレーク1種類しか使ってないのに光り方が2種類になるので、なんかすごくたくさんの素材を使ったように見えるんですよ。いっぱい使ってる雰囲気を壊さないためにも、ネイビーを後から乗せてるところと乗せてないところっていう差をしっかりつけてあげてください。フレークはしっかりくっついてくれてるので、全然上から色を乗せても浮き上がってくることはほぼありません。全体的に見て大丈夫かなと思ったらこれで硬化しましょう。この状態のままコーティングしちゃってもいいんですけど、今このチップが輝いてる要素ってオーロラだけなんですよね。ちょっとメリハリにかけるかなと思うので、そこで私がおすすめしたいのがこちら、ステラジェルの FL06 フラッシュのシルバーです。これ1個持っとくとめちゃくちゃ活躍します。いろんな色が混ざってるフラッシュってすごく可愛いんですけど、ニュアンスに重ねるとかそういうプラスアルファの使い方をするときにはこういうシンプルなものがおすすめです。まあなんでおすすめかっていうのは重ねたの見てもらえればわかるでしょう。
ということで FL06 のシルバーを取りまして、ちょこちょこっといろんなところに重ねていくんですけど、ラメの密度がすごく高いジェルじゃないのでささっと撫でるだけで十分綺麗にぼやけてくれます。わかります？このチカ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 って光る感じ。あくまでも主役はこの後の結晶なので背景として輝く程度でいいんです。主張しすぎない程度にちゃちゃっと乗せたら硬化します。これでベースのデザインは完成になるので、お客様の爪に塗布した場合にはいつも使っているトップジェルでコーティングしてあげてほしいんですけど、ちょっとね一個だけ紹介させて。これやばいっす。これもチップと同じでふみ先生のプロデュースアイテムになるんですけど、チップトップって書いてある通りサンプルチップ専用のトップジェルなんです。今までありそうでなかったよね。テクスチャーわかるかな。サラッサラなんですよ。チップ専用だから人の爪に施術するのには向いてないっていうことなので、あくまでもサンプルチップとかデザインチップを作るときだけに使ってほしいんですけど、まずさっき見てもらった通りテクスチャーがすごく柔らかいからレベリングがいいのでフォルムが作りやすい。色はささっと塗れるのにフォルム作る時間ってめちゃくちゃ無駄じゃん。あーだのこうだのこねくり回してさ、それがないのがいい。ちゃんとサンプルチップまで綺麗にフォルム作って作りたいんですよっていうこだわり派の方にめちゃくちゃおすすめ。あとこれふみ先生から直接聞いて、おそれはすげーなーって、あすげーなーなんて言ってないんですよすげーなーって心の中でめちゃくちゃ思ったのが、チップに塗ったトップジェルがだんだんこう日を置いてくすんでいっちゃう、ツヤが消えてっちゃう現象あるじゃないですか。あれがすごく起こりにくいんだそうです。私まだ手元に来てそんなに時間が経ってないからそこは観察できてないんですけど、めっちゃ嬉しいよね。私もすごく楽しみにしてるところです。あともう一個私が好きなポイントが、私トップの触り心地ヌルヌルが好きなんですよキュッキュッてするツヤじゃなくて引っかからないヌルヌル感がこれにもあるんです。もうね好き、これはもう激推しです。ということでじゃあ塗っていきましょうか。テクスチャーの感じを見てもらえたら嬉しいな。すっごいサラサラです。こんななんかソイソイソイって、ちょっと薄めに塗ってみるとベースのニュアンスボッコボコのままで仕上げてるからこんな状態なんですよ。一回全部端っことかまでしっかり綺麗にここまでちゃんとジェルが乗るんだよっていうのをチップに叩き込む、教え込むで、ハケについてるこのジェルをツルツルっと、こうやってねフォルム作っていくのもめちゃくちゃ楽なんだよな。もうレベリングめっちゃ早くない？まあ、チップなんで全然ひっくり返せるじゃないですか。でまた足りないところにちょっと足したりとかして、ほらめっちゃ綺麗にツルツルになるんだけど、ちょっとフォルム崩れる前に一回硬化します。硬化したチップがこんな感じです。もうこのヌルンヌルンのツヤわかる？めっちゃ綺麗じゃない？もう触った感じもツルッ。もちろんサロンワークされてるネイリストさんがカラーチャート作ったりとかサンプルチップを展示するのに使ってもいいですし、セルフネイラーさんとかだったら自分がせっかく練習した大事なチップ、そういうのをコーティングするのに使ってもいいですよね。今回くらいのボコボコ感だったら全然埋まるしフォルムも作れるけど、ちょっともったいないなっていう場合とかは他のクリアジェルである程度のフォルムを作ってからチップトップを使うっていうのも全然ありだと思います。これマジでおすすめだからちょっと買ってみて。さてではベースのデザインが出来上がったところで、いよいよ雪の結晶書いていきましょう。私これ決まったと思ってますから、ええ、はい、前編はここまでということでご覧いただきありがとうございました。最後ねなんかちょっと余計なこと喋ってたような気がしますけど、でもご覧いただいて本当にすっごい簡単だなっていうのがお分かりいただけたんじゃないかなと思います。次回後編ではいよいよ雪の結晶の描き方に入っていくんですが、意外と皆さんが考えてるほど難しくないんですよ。挑戦してみたいけどちょっとなって思ってる方なんかは特に、マリナ流の雪の結晶の描き方を覚えていただいて、ぜひ一緒に手書きの雪の結晶に挑戦していきましょう。この動画が面白かった、役に立った、何でもかんでも名前つけるの好きなくせに本当ネーミングセンスないよねって思ったそこのあなた、ぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次回おかわり1杯目後編でお会いしましょう。またねー。